高野宗成は、日本の政治家。元愛媛県上受け郡ぐ熊高原町長、元旧満町議会議員。愛媛県上受け郡ぐ熊町出身。愛媛県立上受け高等学校卒業。熊町において、スキー場などを経営、熊町議会議員を務めた。2008年8月の熊高原町長選挙に、無所属で出馬。 全熊高原町教育長の川本博文、元茅ヶ崎市議会議員の金貝陽子との三つどもへの選挙戦となった。高野は2007年末から出馬準備を進め、選挙戦では自らの事業活動で培ってきた人脈と実践力を打ち出し、調整の流れを変えると訴え、さらに終盤には町づくりの第一歩は調整上下と変革を訴え、 当選した当日有権者数9309人最終、投票率85.99%ただ、町議会議員の一部の支援を得たものの、議会の多数は川本候補をしたことから、結果的に選挙戦を通じて、町議会の反発を招いたものの、議会には協調姿勢で臨んだ。2012年の選挙で再選を果たした。 当日有権者数、8594人最終、投票率 80.、80.71%2016 年の選挙で参戦を目指したが、河野忠康に敗れた。当日有権者数、7896人、最終投票率 82.、82.38%なお、戸籍上の死は、高野。 読売年間2016年版 P623 熊高原町長選挙2008年8月31日投票愛媛県熊高原町選挙 .com2021 年6月2日閲覧熊高原町長選挙2012年8月26日投票愛媛県熊高原町選挙 .com2021 年6月2日閲覧 熊高原町長選挙結果、政治参、2021年6月2日閲覧、ありがとうございます。